カリフォルニア州の自然保護地域について記す。アメリカ合衆国カリフォルニア州には1万4000所以上の保護地域がデータベース化されており、公共機関あるいは非営利団体によって管理されている。その他に民間で保存している地域や地域圏の設置されているところなどがある。その中には、 州内の景観の良い海岸線のほぼ3分の一が、含まれ、海岸湿地、三角港、海浜、砂丘などがある。カリフォルニア州立公園システムだけでも、270カ所、面積130万エーカーをカバーし、海岸線は280マイル、湖と川の岸総延長625マイル、18000カ所、近いキャンプ場、及びハイキング。 自転車乗り、乗馬のための道が3000マイルある。カリフォルニア州などにおける保護地域の総面積を正確に求めることは複雑な業務である。多くの保護地域の中には私有地があり、面積を求めるときに含められたり、含められなかったりしている。また一つの区画が二つ以上の保護地域に含まれている場合もある。例えば、 ヨセミテ国立公園の場合、その90%以上は、国立原生地保護システムによって、原生地域に、またアメリカ合衆国国立公園局によって、国立公園の土地に挙げられている。コシュミー川保護区は、極端な例であり、いくつかの公共機関と私有者によって、所有管理されている。その公共機関には、内務省土地管理局、サクラメント群、 および私有者にはネイチャーコンサーバンシーが含まれている。この難しさはあるが、カリフォルニア州保護地域データベースでは、その総称を4900万エーカーとしており、これは、州内の土地の46.7%にあたり、アメリカ合衆国で、最も人口が多い州としては注目すべき数字で、ある。アメリカ合衆国国立公園局は、 カリフォルニア州の大きく多様な公園、保護区、レクリエーション地域などを管理しており、その総面積は624万エーカーを超えている。その中で、最もよく知られているのが、ヨセミテ国立公園であり、ヨセミテ滝、エルキャピタン、ハーフドームなど、象徴的な自然の景観がある。ハーフドームの景観は、カリフォルニア州、クォーターコインの裏面にも採用されている。 その他の著名な公園として、キングスキャニオン国立公園とセコヤ国立公園の複合体、レッドウッド国立公園、チャンネル諸島国立公園、ジョシュアツリー国立公園及び最大の公園であるデスバレー国立公園がある。国立公園局は、異名群にあるマンザナー国定歴史史跡も管理している。土地管理局の国立景観保存システムでは、 カリフォルニア州内に850カ所の連邦政府が認めた地域があり、1.520万エーカーの公有地を管理している。これはカリフォルニア州の土地の15%近くに相当している。国立景観保存システムは、国立保護区国立保存地域、保存森林、卓越自然地域、国立景観歴史道路、現記事。 原生研究地域などから構成されている国立海洋保護区の身指しぎ国立海洋保護区システムはアメリカ海洋大気庁の海洋保護区事務所が管轄しているカリフォルニア州にはアメリカ合衆国に13カ所ある国立海洋保護区のうち4カ所がある国立野生生物保護区は米国野生生物部が管理する指定保護地域である 国立野生生物保護区システムはアメリカにおける魚、野生動物及び植物を保存するためにとって置かれている、公有地と水域の広範なシステムである。州内の野生生物保護区の多くは、太平洋、フライウェイに沿って数多い渡り鳥が立ち寄る重要な地点になっている。ビュートシンク野生生物管理地域は、世界でも最大級に水鳥がいる場所になっている。 カリフォルニア州の野生生物保護区は、野生生物保護区と野生生物管理地域を含め38カ所、あり、これを9つの地区に分けられている。総面積は、約44万エーカーある。トリニティアルプス原生地にあるエメラルド湖、カリフォルニア州には148の原生地域があり、総面積は1500万エーカーを超えている。そのうち最大のものは、 面積3055,413エーカーのデスバレー原生地である。これは大陸アメリカ合衆国では最大の連邦政府指定原生地である。最初のものは面積5エーカーのロックスアイランズ原生地である。原生地はアメリカ合衆国森林局、土地管理局、野生生物部、国立公園局が管轄している。ほとんどべての登録された。 厳正地域は単独で存在しておらず、その面積は他の機関に登録された地域の中にすでに含まれていることに注意を要する。ボルサチカ州立海浜の u ヒカリフォルニア州公園デクリエーション部は270以上の保護地域を管理しており、その中には州内の景観の良い海岸線のほぼ3分の一が含まれ、海岸湿地、入り江、海浜、砂丘などがある。 州立公園システムの中では、面積130万エーカーをカバーし、海岸線は280マイル、湖と川の岸総延長625マイル、18000箇所、近いキャンプ場、およびハイキング、自転車乗り、乗馬のための道が3000マイルある。そのうち最大のものは、広さ60万エーカーのアンサボレンゴ州立、公園であり、 国内でも最大級の州立公園となっている。最小のものは、州立公園システムが所有するが、ロサンゼルス市文化関連部が管理する、ワッツタワーであり、広さは0.1エーカーに過ぎない。ヘンリー・ W ・コ州立原生地域にある、ハンティング・ホローさらに広さ38万6000エーカーの、アンサ・ボレン号州立公園が現記地として、指定されている。 ヨロバイパス野生生物地域の雨に濡れた、湿地カリフォルニア州魚類生物部はその下の7、地域支部を通じて、州内700カ所以上、総面積1119360エーカーの保護地域を運営している。これらは大きく次の3つに分類される。ロサンゼルス市のグリフィス公園大半の市都群は、様々なタイプの開放空間を所有運営している。 その大半は、市立公園と、軍立公園である。市の機関が保有する保護地域の最大は、ロサンゼルス市水田緑部に所属する場所で、その総面積は40万エーカーある。市立公園で最大のものは、サンディエゴのミッショントレールズ地域公園であり、広さは5800エーカーである。ただし他にも、大きな軍立公園や地域公園はある。 市の機関が保有する公園の総面積はおよそ90万エーカーである。サンタクルスト多くの公有地に加えて、数多い私有保護地がある。ネイチャーコンサーバンシーは総面積14万3895エーカーと、最大の私有土地所有者である。州内では1958年以来100以上のプロジェクトに関わってきた。その多くは、 公的機関に売却されたが、現在でも、グレー・デイビス、ドライ、クリーク保護区、ビーナー平原保護区、マクラウド川保護区、コシューミー川保護区、サンタクルス島、アーバインランチ湿地及び、サンタローザ第一生態系保護区などいくつかの大きな保護地域を所有管理している。最大の私有保護区は、ワイルドランズ・コンサーバンシーが所有する、ウィンドウルブズ保護区であり、 広さは9万3000エーカーである。カリフォルニア州では、数多い土地信託と保存の組織があり、その動きにより数千エーカーの交有私有地が保護されている。州内でその全体あるいはかなりの部分が、運営されている組織としては、半島海航空間信託、北シエラ共同事業、センパービレンズ基金、サクラメントバレーコンサーバンシー及び、 原生地信託がある。カリフォルニア州保護地域データベースによれば、保護地域の大土地所有主体トップ20は以下の通りである。ありがとうございます。